来たね。早かったね、とうとう来たね。早かった1週間。でもね、いやでもよかったね。ようやく来たよ。51チーム。あ、開始。読んだ。さあ、あるあると、さあ、ジャポン選手のさ、目線に飛んでみましょう。まだどっか、はっきり、あ、今見つけましたね。報告。アンチリコイル。うわ、素晴らしい、ジャポン選手。素晴らしい。どうだ、飛ぶか。さあ、オーテム選手、かなり近いぞ。うわ、すごいグレー。しかしジャポン選手に落とされるが、ジャポン選手が最後落とされて、エールがドンカツ。これはアンチ的に厳しかったか、あるある。すばできるか、選手目線に行って、うわー、1枚返す、残り1-1。あっち界による死亡を選択。これは惜しかった、弾なかったのかな。さあ、ここで、自己愛選手も落とされますが、ショッピ選手最後も決めます。最後を決めたのはノーバー。さあ、1枚落とすが、チッチ選手に落とされて、ドンカツを取ってたのはビッシュとなります。ビッシュの皆様、おめでとうございます。 BS、 さあ、発砲を受けます、ハングリー選手。そしてモブエイム選手がイオ選手に落とされます。さあ、ヤミカス選手も落とされる。あと1枚。さあ、残り岩石選手1枚、ハングリー選手の。さあ、岩石選手1枚、2枚返す、残り1-1。素晴らしい。あー、返しました。岩石強い。素晴らしい。
ガッツン強。そしてマッチ選手、なんとかモブエム選手をやりすぎたい。あっと、ここを倒したのはゴジャ選手。去年の12月頃からですね、まあ、もうちょっと前から企画はしてたんですけど、今大会企画できて、この日を迎えられて、本当に良かったなと思ってます。選手の皆様、そしてリスナーの皆様も皆さん楽しんで、頑張っていただければなと思います。さあ、そしてですね、本日の、開幕日にスペシャル実況ゲストに来ていただきました。過去に、プロゲーマーとして活動しており、現在は e スポーツ関係のお仕事、そして講師、実況、解説、MC など多方面でご活躍されております、リーゼフェルトさんです。リーゼフェルトさん、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介にありましたリーゼフェルトです。本日は実況と進行を担当します。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、はい、気合を入れましてね、ちょっと見えるかな、ちょっとパブ G の T シャツをね着ながら実況したいと思います。見えたかな？見えました、見えました。素晴らしいですね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここでそして、デイスリーにですね、スペシャル実況ゲスト来ていただきました。吉本芸人、元吉本芸人の e スポーツキャスターで、持ち味は来場者視聴者ともに盛り上がる実況、オフラインイベントでは持ち前の明るさから会場の一体感を重視し、観客が自然と歓声を上げてしまうような実況 MC を行うことができる新一郎様です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。新一郎です。よろしくお願いします。近いです、近いです、新一郎さん近い、近い、カメラ近いです、カメラちょっと近いですね。あ、カメラ近い、あ、あ、オッケーです。これぐらい、これぐらいで、これぐらいですか。大丈夫、よかったです。まさかのドアップから新一郎さんが来ていただけるなんて、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。新一郎と申します。よろしくお願いします。どうぞ自己紹介の方してください。よろしくお願いします。はい、PUBG が大好きな新一郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あ、いいんですね、こんな感じでいいですね。あ、もう全然大丈夫です。わかりました。そして、おそらく銃撃向けていたのかと。おお、そしてノバー、ジーゾグレネードで全滅、ショッピのログがすごい、すごいですね、ショッピ選手。いやー、相手をあの世ショッピーっていきましたね。スーパーショッピパワー。ショッピだけに。ショッピだけに。ショッピーっていきました、ね。ショッピーっていきました、ね。ありがとうございます。はい。の正面までつけました。火炎瓶燃え広がってはいますが、アズールうまく回避はできています。ほぼノーダメージでここまで来ました。ゼルバルのみ若干ダメージ負っている状態でしたが、ここで2個が倒れる。取っていったのトフボーヤ。さあ、火炎瓶プレッシャーをかけて、アズール詰めていく。正面でやった。いやー、ウボーヤ強いですね。この男ちっとも柔らかくない。柔らかくない豆腐なんですけど、かもうガチ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 ですね。2キル取ってそのまま前進突破するのか、アズール。さらにフードマンが兄さんを倒す、ラスト1人ですね。普通うわー、カエビ刺されましたね。炎瓶が当たる、しかしもう立ち位置がない状況。このまま炎に飲まれて最後、ドンカツを獲得したのはナンバーワンとなりました。グッドゲーム。GG、おめでとうございます。おめでとうございます。16キルですかね。ですね。16キルですね。うわ。北に寄ったじゃないですか。はい、寄りましたね。アンチに入ってくる、アプローチ入ってくるのがちょっとナンバー遅かったんですよね。北所からだったんで。それが効きましたね、はい、また、うん。北側に最初いなかったっていうのもあったので。まあ、まあ、運も味方したのかなっていうところもありますけど、もちろん実力も素晴らしかったなと思いますね、見てて。ありがとうございます。そして2位が TNS、 3位 SLD、 4位ダヴィンチ、5位 GC と続いていきます。はい、何もないところいましたけど、リエさん多分ガッツさんが迎えに来るじゃないですか。迎えに来てる。
これガッツンさん。あーっとー、あかねちゃんが引かれた。あかねさんが。あかねちゃんが。あかねさんが引かれた。ただこれ赤丸、これさすがに格殺は入れないですね。優しい。優しいですね。これさすがに格殺あかねちゃん入れないですね。あーで、それを確認して報告受けてリバイブに行く、ね、リバイブに行くってことですね。赤丸分かってる。分かってる。優しい赤丸さん。赤丸分かってる。リーズさんもね、かっきり取っていただいて。即、イズベルトが前に出るが、もうすでにそこには1チーム入っている。アルファチームで確認しましたね。わー、金色さんがサイドダウン。ハイパーのエレベーターが倒れる。わー、リーゼベルトもダウン。さあ、ガッツン、ガッツン、レッツゴーガッツン。クマチーム全滅。さあ、そしてリーゼさんが到着しました。リーゼさん、お疲れ様です。お疲れ様です。まだ我々の舞台は生き残ってますからね。ガッツンさん、そうなんですよ、ガッツンさんが希望の星です。いやでも今これ被ってるんですよ、これ。こっちなんですよ。まだこれガッツンとクラビンさんが仲良く上陸、仲良く上陸、8番チームに倒されました。私たちが稼いだ数秒で生き残ってくれたガッツン、よく頑張った。いやもうガッツン頑張ったっすね、これ。いや、リズさん、本日はありがとうございました。いやいや、もうアンチきつすぎません？アンチ、いきなり僕ら北側に向かったのに南に寄ってっていう魔のアンチがやってきてボートで行くかっつってボートで行こうと思ったんですけど、途中でどん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 味方が死んでいくっていう絶望に。I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I.